はい、どうもおはようございます。今日もきっくりですね。実はね、先週はちょっとコロナワクチン打ちに行ってたもんで、まあ釣りお休みしてたもんで2週間ぶりですけど、先々週と同じところに来てみたんですけどね、まあ先々週と同じ潮もあるということで、今ちょうど満潮で潮止まりですので、ちょっと今は厳しいかな。まあ浜も狭いし投げにくいですけどね。様子見てみます。なんかね、天気が怪しいけど、まあとりあえず近いところから見てみますね。ちょうど4色ができたぐらいですね。あったけどあんまり大きくないというか、いつものあの4番付けサイズじゃないかな。これあることは当たる。先々週はね、あの当たりは少なかったんやけども、たまに両型の群れが来てドドドドッと両型がつく時があったんですけどね。ちょっとそれに期待して来てみたんやけど、小さいな。4色から1色が入るとこまで引いてきたけど、3色でちっちゃいのがポロポロと当たっただけでしたね。やっぱゴミが多いね。ちょっと遠投してみますか。イワシやん。カタクチが打ち上げられとるな。なあ、これはさ、青物とかフィッシュイーターがやってくる。カタクチですよ。カタクチ。ああ、なんかぐじゃぐじゃになってるけど、ぐじゃぐじゃになりながらちょっとええのが。なんだこれ。なんかこの5色から4色ぐらい、この辺が一番当たるかな。平均して6色では当たらんだね。めっちゃ小さい当たりやけどな。20センチぐらいのがゾロゾロと釣れんかな。めっちゃ楽しいんやけどな。なんかちょっと雲の切れ間からお日さん出てきました。めっちゃ当たるな。5色で当たってますね。ちょっ
といい群れが来てないかな。3連か4連でかかってるよう。駆け上がりがある、駆け上がりがあってその向こう側かもしれないですね。なんかね、潮引いてきたのはいいけど浜にゴミがいっぱい出てきて逆に投げにくくなってきたな。まあね、沖にはゴミないから釣りには支障ないんですけどね。3匹やったね。なかなか全部に食わんな、難しいな。ちょっとサイズも良くなってきた。今日はこの辺り5食ぐらいが一番良さそうな。まあね、4食5食ぐらいで釣れる釣りが一番、釣りしてる感もあるし楽しいかもしれない。もっと近い方がね、2食ぐらいの方が手返しいからね。2食ぐらいでずーっと群れが追って釣れ続けば数稼ぐにはいいんですけどね。ちょっと2食とか1食だとこんな竿でやるのは面白くないというか物足りないし、惜しいな。4つでしたね。じゃーん、なんかちっちゃいのもおるし、まあまあなのもおるな。ちょっとさっきまで釣れてたところの魚がいなくなったみたいだから、もう一回近いところ見てみますか。なんや、手前におるやん。さっきね、一生懸命5食からまあ4食入るところのポイントで釣りしてたんですけどね、飯に3食に投げたら3食から2食にかけてもめっちゃ当たる。どこんでもおるん、もしかして。せやけどサイズいいの。これえつに釣れなくなったとかそういうわけじゃないんですけどね、なんかさっき構えた釣り座の前が海藻がいっぱい溜まってて釣りにくかったもんで、ちょっと浜もついてきたことだし、ちょっとだけ移動してみます。まあ釣れ具合としては一緒やと思うんだけどな。なんかこの辺は浜が綺麗で投げやすい。当たる当たる。そんなに当たるわけじゃないとしても、めっちゃ近くで当たる。今ね、2色、3色から2色にかけて、
ちょっと移動してきてみて軽く3色ぐらいに掘り込んだらそっからよく当たってますけどね。バナナ、これまあまあ今日キス以外何も釣れてない。そういやハゼもおらなきゃ、セイゴも下ビラメも何もない。おーっていうあたりが何もないな。あれ昨日はやっぱ何移動直後のサービスやったんかな。なんかね前からそうなんやけどもちょっと釣りが変わるとよく当たるんですよね。よええやんと思うとなんかそれっきりみたいな。やっぱマメに移動せないかんのかな。こんだけね浜が空いてくるとマメに移動しながら釣りできるんですけどね。まあそれでも3つ釣りくらいいっか。いい感じでは当たっとるね。何時あ、こんなぐらいの時間から来てもいいんじゃないっていうぐらい当たっとるな。さっきはね 4,5 食で釣れるのが一番釣りやすいって言って言うとったのに、やっぱ近いのは近いのでええな。近くて群れが大きいということなんだよね。でもね活性が良すぎるのかなんか仕掛けがくちゃになってるもんだね。もっと早く引いたらええんかな。一匹だけじゃない、どっか期待さしといてそんなありよし。ほら遠くへ行ってしまったのか遠くにもおるのかわからんけど、どっから5でパラパラっと当たったね。ここから当たらんの。大して大きくもないのが2つやで。あんな遠くまで投げた割にはないちゃう。前の時ね両旗が結構釣れたから期待したんですけどね、今日はちょっと期待外れに終わってしまいましたね。まあでも数は前より釣れてる感じやね。トータルの目方では前よりありそうやけどサイズがいまいちやったね。数少なくてからやっぱ両型が欲しかったな。いまいちやな。
ね、時間も時間だから変えてもいいんやけど、まあもうちょっと餌もあるし当たりもあるみたいだから一応やってみます。もうだいぶ当たりが、いや当たる、当たりが遠のいたかなーって言うとったら当たったけど、なんかいまいちやねー。サイズも数もいまいちになってきたし、そろそろ潮時ですかねー。なってきたしな、今日は風もなくて暑い。まあやりゃね、さっきみたいなサイズがほら当たることは当たるんやけど、なんか一発両型はもうちょっと望み薄かな。さあ終わりにしましょうかね。